はいどうもー、三つ編み問題です。お願いしまーす。ね、愛ちゃん頑張っていきましょう。お願いしまーす。みでーす。あれです。お願いしまーす。ということで、はい。トヨスピットのイベントが終わりました。お疲れ様です。いや、もうこれ出る頃にはだいぶ経つんかな。確かに。だいぶ経ってるんですけど。もうまずちょっと経ってるですね。荒野行動ってわかります？わかりますよ、もちろん。世界でね、はい。3億ダウンロードらしい。すごいことですね。すごいですよ。3億って言ったら何ですか？まあ、お金で言ったらね。お金では言わないでください。地球お、地球がおう、うん。こう、動くぐらい。いや、まあね、普通に動いてるんですけどね。地球がもう、自転と公転が。いや、もう、本当に、別の、うん。惑星から見ても、うん。流行ってんなってぐらい。あーちょっと独特な表現になっちゃったんですけどね、はい、だっていろんなところで本当に目にするもんね。やってる人も見るし、その荒野行動さんと一緒にちょっとステージを1個やったんですよ、はい、ありました。で、そのステージを今からちょっとみんなに見てほしいなと。まあ今ね試合出てると思うんですけど、うん、まあ e スポーツのなんか大会をやられてるらしくて、はい、で、まあそれの告知を踏まえて、うん、即興コントやりましたね。やりましたね。めちゃくちゃ緊張せんかった最初。いや、もうできるのかどうかわからんかったよね。まあ即興コントだから、ね、即興コントっていう言葉、うん、恐怖、自分に降りかかってくると思ってなかったからね、うん、しかも即興コントって自分たちで全部やれるんだったら、まあまだ最悪ここの掛け合いで今まであったエピソードとかを入れ込んでいけば、はい、なんとかなるかなと思ったんですけど、うんうん、今回はそのお客さんにオチのセリフを決めてもらうっていうところから、はい、そうですね、スタートしてたんで、はい、一生懸命ね、そっちに向かっていや、本当ですよ。走ってるその必死な姿をね、はい、見ていただけたらなと。まあハードル下げてね、はい、見ていただけたらと思います。じゃあちょっとねえ、面白 V 振り、面白 V 振りなんてないよ。まあこうやって、うん、提供動画で、うん、こうやってやらせていただきましたけども、うんうん、こうやってね、うん、ステージをこう提供でやるのもね、うん、すごい初めての体験。そうですよ、このね、提供動画の中身がステージのね、はい、っていうね、イベントもここまで来たかっていうことです、はい、で、まあね、3000人の前でこうやって、うん、本当にしんみりさせるのやめて。命の叫びを見てほしいなと思いました。どうぞ。いやいや、しんみりするわ。しんみりしてから見たら笑えないわ。いや、命の叫び見ようとしちゃうから、はい、その俺らが。どうぞ。いや、いいんだよ、いけないよ。それをどうぞ、それをどうぞしたらもうみんななんかこう、ああこれいろいろあったんかな、この下りができるまでいろんな苦労してきたんかなとかなっちゃうから、楽しくいきましょう。はい、ということでレッツゴー。終わりのオチの言葉だけ一応なんかやったよっていうところまで行きたいんだよ。だからちょっとそこの人をちょっとなんて言ったら終わりだよとかいう合図みたいな。ねえ、そんな話しかけるなよもうセクハラだよそれ。そこの女の子そこの女の子って言うな。そこの女の子を終わらせるセリフをって、うん、はい、なんですか。ストップ。我こそは面白いぞっていう感じ。かわいそう、こんなにいる世界すごいよ。じゃあそこのそこの方、はい、なんかありますか。夕闇じゃねえか。夕闇じゃねえかってことは俺だな最後。夕闇じゃねえか。夕闇じゃねえか。もう一個ぐらいもらっときますか。はい。あ、はい、何ですか。ありがとうございます。いや、なんかさ、俺らよりもさ、沸かせんの上手なんだけど。何が起きてんの。うん、俺今、あったまってたんだけどおい、虫じゃねえんだからなあ、街灯に集まってくる虫じゃねえんだからさ。危ない危ない。ラファオアか、うん、夕闇じゃねえか、うん、夕闇じゃねえかだってる。夕闇じゃねえかか、はいはいはい、ストップ。おお、どれにしますか。いや、ちょっと考えてみんな。じゃあラファオアにしますか。ラファオアでも、もう任せます。じゃあラファオアで、はい。おーい、俺めちゃくちゃ強えわけ。とりあえず俺めちゃくちゃ強えから、あいつそんで一番弱いやつ、ゲノーゲノーやつ。ああ、あなたが。ああ、ジョーの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 。うん、すいません申し遅れました。ゲノゲノゲでしょ。ゲノゲノゲです。はいはいはい、なんでも言うこと聞きます。よくそんなんで立ってられるね。すいません、勝ちに来たの。はい、勝ちに来たんですけど何も分かんなくて、どれ使ったらいいのかとかも
わかんないんで。いや、見たらわかるだろ、お前。見たらわかるんですかね。おう、どれが一番強いかちょっと選んでみろやん。これとかっすか。そう。いや、ちょっとわかんじゃん。それ言わないでや。すいません。それ外せや。すいません。教えたいんだからさ。すいません。ちょっと、いや、これも強いと思うんですけど、多分これって一回なしにしよう。じゃあ、もう一回聞くわ。はい、すいません。もう一回お願いします。すいません。ああ。すいません。はっ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 。あー、あなたは。こんにちは。僕は最も強い人類。すいません、どれ使ったら、戦いで一番強いとかがわかんなくて。ああ。なんか教えていただけないかなと思って。ああ、まあ今どれが一番強そうか。選んでみ。そうっすね。うん。これっすか。これっすか。そうだった。そう、ちょ一回預かります、これ。すいません。あ、それは先輩が使うんですか。じゃ、もう一回行こう。これなしで行こう。あ、これ、すいません。すいません。すいません、先輩。申し訳ないです。おあなたは。私は人類で最も強い女。女だった。強いと思う武器を選びたまえ。なんだろう。なんすかね。最も強いと思う武器。この中ですか。この中。ここ。じゃあこれで。そうこれ違うじゃん。ありがとうございました。違うじゃん。はい。あ、めっちゃ腹立つ。なんすか。え、先輩に気に入られたことない。あ、すいません。いや、気に入られたい気持ちはあるんですけど。だいたいわかんじゃん。すいません、ちょっと僕そういうなんか。いや、逆やろう。そうですよね。一回ちょっと偉そうにして。そうですよね。偉そうにしてやって。それで今後の僕のその接し方改めます。うん、俺一回偉そうにしていいわ。はい、一回ジョーの嬢を家庭としてやらせていただいて。俺が本当は一番偉いけども。あなたが一番。私。あ、そうですね。まあ、でも、どちらにしても偉いわ。うん。あなたが一番強い、女性なのは分かった上で、うん、でも一旦役として。そういうことです。すいません、じゃあちょっとやらせていただきます。はっはっは、私が一番強い女だ。お疲れ様です。あ、すいません。あ、すいません。あ、ごめんなさい。間違えちゃう。あ、そっか。役ですね、これ。お前、一番強いと思う武器を選びたまえ。これっすか。そうこれっすか。それやっちゃうわ。それやっちゃうわ、これ。これだもん、だって絶対。それが一番強いもんね。絶対これじゃん。それなしの正解を教えてください。僕はもう一回、聞くんで、どれが一番強いかみたいな。そしたらなんかこう後輩としてのその正解みたいなの出していただけたら。はいはい。あーい、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 あー気持ち悪い。お前、これでどう戦う。戦ってみろ。いろんな意味で。いろんな意味で挑戦してみろ。実はこの日のために、はい、練習してきました。普通に攻撃力の高い歌をお願いします。はい、攻撃力、聞いてください。はい、攻撃力。はい、手拍子。うん。新しい時代が来た。これが令和つうやつ。俺すごくない。令和の歌作っちゃったよ、俺。先輩。いや、戦いなんて。攻撃力高い歌ちょっとお願いします。すいません。手拍子お願いします。ちょっとすいません、先輩。誰がいる体なんですか。先輩、誰がいる体。よろしく。 Be freeBe free. Let's go, let's go. Be free. Be free. Let's go, let's go. Be free. Be free.
Let's go, let's go be free. おいラファオアカラファオアカちょっと待って天才かもしれんお前は天才かもしれんこの場で2曲歌いやがったということで落ちましたよね、一応やりましたよね。即興コントでした。イエーイ。はい、ということで見ていただきました。ありがとうございます。どうでしたか。いや、よかった。楽しかったですよ、めちゃくちゃ。緊張したけどね。よく行ったよね、あそこで。これ俺もすげえなと思った。あそこでよく戦いに行ったなと思った。やらなきゃあかんもん。いや、あれすごいなと思った。本当に行ったわ、こいつと思って。いや、よかったよかった。いや、あそこで俺、仮面あったじゃん、うん、あれ、最悪あれだなと思ってたの。はい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 、確かにね。カンタの2個目のこれ、行かんかったらもうあれで行こう。うん、あれで行って、あれ、これも合わせてたから。いや、よかったよかったですよ、ほんとに。はい、そしてちょっとじゃあ僕から、このね、荒野チャンピオンシップは、うん、決まったチームでプレイしたり、抽選でチームを作ったりする e スポーツと違って、今回の大会はですね、プレイヤーがゲーム内で直接応募できるそうです。はいはいはい。で、友達を誘って5人チームを形成したらすぐ応募でき、荒野チャンピオンシップ全国選手権にすぐ加入できるから、ぜひ皆さんも参加してみてください、はい、ということですね。ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、はい、6月にも荒野行動とのコラボが決まってるので、はい、ぜひ楽しみにしてください。いや、コントやるの楽しくなかった。楽しいよ、だってあんなね、3000人の前でコントやる日来ると思わなかったよね。すごかったね。まあでも最後ラファーはの、そうそう、著作権ない曲を歌わなきゃいけない状況になったんで。そう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 、著作権あるやつ危ない。令和の歌が出たかも。そう、令和の歌危なかったとラファーは言ったの。そう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 、すごいしびれたね。久しぶりにしびれたね。よかったよかった。それがまあ少しでも伝わってたら嬉しいですね、はい。ということで、じゃあ次の動画も楽しみにしていただけたらと思います。ということで、以上、今日のミスターアイオンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。また明日、ありがとうございました。ああいうのってさ、多分男の夢じゃない？そうね。俺昔から結構ああいうゲームやってるから。戦闘系、うん、戦闘系やってます。俺も戦争ごっこやってるから。怖っ。え、なになに何やんのそれって。戦いごっこだ、間違えて。戦いごっこ、工程があったら、はいはいはい、スプリンクラー2つあるんじゃん。あるねあるね、大体。そうで、スプリンクラーを2つ守るチームと、スプリンクラー出て、同じ小学校じゃないの、めんどくせえな。こうやってあるじゃん。少ないよ。何が同じ小学校の人って。こう、校舎こうやってあるじゃん。で、ここにスプリンクラー2つあって、このスプリンクラー2つを守るチームと、こっち側に隠れた裏組織チームで、こうやんなかった。何をしたら勝ちなの。木の棒で殴り倒したら勝ち。え、物理的に喧嘩をしたってこと。いや、喧嘩じゃ、何守るべきものないじゃん。どうやってやってたんだろうね、忘れちゃった。でもなんかあったんだ。戦いごっこやってたよ俺。なんかね、木の棒じゃなくて、なんかさ、風船みたいな棒みたいな、うん、柔らかいやつ。そう、それでこうやって、なんかこう先に多分体をやられた方が、だから剣道みたいなね。はい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 。中学はどうしてんの。中学はだってやらんくない、そんな戦い。でも中学ぐらいで大体さ、ゲームをするわけじゃん。そう、俺ゲームせんかったからね。俺はさ、こういうさ、まあ荒野行動みたいなゲームでさ、うん、ストレスを発散するわけじゃん多分。うん、そういう戦い欲みたいな。うん、どうすんの。男の子はみんなそうだよね。そうだ、どうすんの。俺は大河ドラマ見てた。それでいけたんだ。大河ドラマ見てたらいけるでしょ。だって俺すごいね、新選組見てたからね。あ、いけんだ。新選組見てたらいけるでしょ。あ、でもサバゲーとかはやったことないかな。サバゲーやってみたくない。ちょっとやりたい。皇帝って、それをだからさ、荒野行動でやればいいの。皇帝で荒野行動の実写版を学校で、あ、やったら楽しいね。小学校でやればいいじゃん。俺のスプリンクラーのために、うん、スプリンクラーを守る。え、荒野行動の方が楽しいよそれ。あ、本当に。うん、ふわっとしたルールじゃん。え、ふわっとしてるルール。荒野行動はもうちゃんと100人から1人まで残る。スプリンクラーね、ルールふわっとしすぎてて、2つあるの、うん、スプリンクラー、うん、1つが落ちた後の方が大変なの。なぜかっていうと、もう守ると落ちるって何。あの、周りに出なくなるってこと。いやいや、人いなくなった、人いなくなったから、大体その辺なんで。いなくなったの。いればいい。やられるから、こうやって守ってるふりして違うなんか石みたいな。ああ、はい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 。実はそれよ、いい、それはいい。実は違うところにスプリンクラーなんだけど、それを土で埋めて、
スプリンクラーの上の部分外して持ってて、ここでなんかそれは素晴らしいね。まあね、スプリンクラー外したのでめちゃくちゃ怒られたんだけどね、それは。そのじゃあダメですね、やめてください。え、みんなやりたいんだろうね。そうだ、憧れるんだろうね、そういうなんかこうミリタリー系の遊び、ぜひやってみてください。スプリンクラーで、いや、荒野行動、